まずはこの追手を振り切らねば。石碑の門が閉まっている。すぐに左の門を開けた。このままでは敵の本体に追いつかれます。門を守る敵を倒し、道を切り開きましょう。もうダメだ。誰か、誰も、あの者たちの、あれは味方の大残殿です。アテロファグナから逃げてきたのでしょう。ダリュー、彼らを助けながら進めないと。一人でも多くの兵を救いたい。わかりました。時間の許すかぎり、パルス城を救援しましょう。ダリュー、皆はどうなったのだ。知っていることを教えてくれ。マヌー・チュルト、ハイルドの戦士、シャプール殿も撃たれたのではと。私は仕方ない。なぜこの時間を救う。感謝します。私たちもご一緒させてください。みんな、今は生き延びることだけを考えて。門が開きました。さあ先を急ぎましょう。本当に振り切れたのアルスラン殿下、ご無事でいらしたのですね。道が塞がれているか。突破するには兵たちと一丸にならねば。共に突撃しましょう。わかった。みんな、私についてきてくれ。アルスラーンを逃がすな。私に万が一がありましたら、このシャブランクで一気に戦場を駆け抜けてください。こやつの足にはどんな馬も追いつけません。お主に万が一があるのか。ありません。殿下をお守りするため奥が一もありえませんが。アルスラン殿下に助けていただけると。これよりは我らもどうします。助かりました。私もご一緒させてください。行かせるか。ナルサスはバシュル山に住んでいると聞いています。山荘に引きこもって異国の書を得絵を描いていました。ナルサスは絵が好きなのか。まあ誰にも欠点があるのでした。天体の運行、異国の地、歴史の変化、あの男のひらめきではございません。ですがたった一つ、力を貸してくれ。自分の絵の技量についてだけは。お見事なご活躍です。勝利をつかむために。これでしばらく敵は追ってこないです。ナルサスの家へ急ぎましょう。ございませぬか。あれはナルサスの仕掛けた罠に違いありません。足を閉じて一息に駆け抜けましょう。弓兵、前、王太子を狙え。弓兵を放っておくと厄介です。早めに倒しておきましょう。道を塞げ。何としても王子を討ち取るのだ。俺も続きますぞ。
なんとか逃げ切れたか。ナルサスの家はもうすぐです。無事たどり着けそうですな。